感じ？よかった。おはよう。ねえお兄ちゃん、私ちょっと思ったんだけど、マージでお父さんたちを助けることはできないの？おはよう。うん、私は打たれすぎてパンチドランカーになれるくらいタフだからね。クラスでも集めたよ。そりゃ申し訳ない、千尋恐縮っす。ねえねえ、すごいよ京介ちゃん。今も話してたんだけどさ、テレビ局が来てんの、すぐそこに。そうみたい。朝のニュース番組の中継だと思うんだけど。ここが映らないかさっきから探してるんだけどね。まだわからないの。お母さん？ううん、特には。エマちゃんに聞いたんだけど、すごい人だかりだったんだって？あー、映んないかなテレビ。しょうがないのに。まあね、まあサンデーってスーパーキャットだから。人類を助けてくれるわけだ。案外怪我したのもそのせいかもしれないよ。微妙にスーパーじゃないね。
はい。どうかした？見てなかったけど、吹かないの？私、見てたけど？私も。私も。何を？キャスターのズラでも飛んだ？それはないでしょう。というか、普通だったよね。変な京介ちゃんだな。なんか見たなら言ってよ。お兄ちゃん？どうかした？早く拭かないとシミになる。やっぱり変な感じがするもんだね。ズキューンって音しないらしいね。そういえば報道番組とかでもそうね。そうだね。にお礼言わないと。私も、はい。ありがとう。それじゃ、後でエマちゃんのクラスにも行くね。うん。自分知ってた？
ヒロッチって結構有名人なんだよ。学校で？そりゃ全国区じゃないけどさ。そうなんだ。だからカンパも集まったみたいなもんだけど。そっか、私の美貌はそんな罪作りなんだ。サンデーとか制服とかで有名なだけだけどね。いやいや、もういなくなってる。ほんと、さっきまであんなに集まってたのに。よかった。マイク突きつけられたらどうしようかと思った。これだけ感動したのはいつ以来だろうか。ところで、この町で殺人事件があったんだってな。マジで？へえ、アナウンサーにインタビューとかされた？ドンパチだろ？マジかよって思ったけど。変な病気といい、妙にバタバタしてきたよな。おお、ちょっといいか。マジってちゃんと使い続けてる。で、どうよ。ダメなんだよ。全然変わりゃしねえ。意味ねえよあんなの。
なあ、まあな。忘れるかよ。お前はまだ余裕があるみたいだな。そのうち国見にも分かるようになるよ。俺の感じている焦りがどんなもんか。政治家になった方がいいよ。な、何？急に。じゃあ、和葉ちゃんのクラスでもそうだったってこと？うん。ファンクラブができそうな勢い。今時学園のアイドルみたいな。政治家からアイドルって随分な落差だね。チカ子ちゃん呼んでくるね。ちょっと筆舌に尽くしがたいかな。表現不能な前衛芸術のような。珍しいね、エマちゃんが冗談言うなんて。冗談じゃないですよ。